本日はバンダイウルトラマンフェスティバル2007へお越しいただきまして誠にありがとうございます。会場の皆様、大変長らくお待たせいたしました。ライブステージ第1部ウルトラセブン伝説漆黒の悪魔 VS 光の戦士たち始まります。この宇宙すべてを闇に変えようとした暗黒宇宙大皇帝エンペラ星人はウルトラマンメビウスに倒された。だがウルトラ戦士たちの戦いは終わったわけではない。エンペラ星人の残した闇のエネルギーによって怪獣たちは再び凶暴化し暴れ回っていたのだ。ウルトラ戦士たちは今日もまたどこかで戦い続けているのだ。セブン兄さん、ジャック、エース、行くぞ。はい。よくやった、兄弟たちよ。ウルトラの基地。闇のエネルギーによって暴れていた怪獣は全て消え去った。宇宙の危機は回避されたんだ。皆、ご苦労だった。光の国に戻ってゆっくりと体を休めるがいい。ありがとうございます。よし、早く帰りましょう、兄さん。あれ？ウルトラの父よ。どうした、セブン。お願いがあります。願い？私を光天観測員に戻してもらえないでしょうか。どういうことだ。宇宙警備隊を辞めるんですか？辞めるわけではない。元の仕事に戻るだけだ。でも大丈夫だ。メビウスや光のように若い戦士たちも強くなった。いいだろう。確かにエンペラ星人が光と消え、宇宙の脅威は消えた。私はセブンの思う通りにしてやりたいと思う。どうだろう。私もそう思います。それではこれよりウルトラセブンを光天観測員340号の任務に戻す。ありがとう、ウルトラの父。うん。
それでは我々も光の国に戻りましょう。うん。愚かな奴らです。束の間の平和を楽しみなさい。残りわずかな平和を。宇宙人と戦ってみんなのことを守り続けてくれたんだよね。でもね、みんな今はもう宇宙の平和を脅かす者はいなくなったんだ。だからね、セブンは元の光天観測員の任務に戻ることを決めたの。それじゃあみんな、これから光天観測員340号の任務に戻ったウルトラセブンの活躍を見てみましょう。この星なら観測に良さそうだ。バカな、この星に怪獣はいないはず。仕方がない。どうしたというんだ。また何かが起きようとしているのか。これは黒いキングジョーだと。という装甲だ。だがこれならどうだ。何？頼んだぞ、ウィンダム。
丈夫ですか、セブン兄さん。これはキングジョー。気をつけろ、以前のやつよりも強くなっている。はい。私たちの攻撃が全く通じないなんて。我々の全ての力を使って光線を打つんだ。しかしそれすら奴には通じるかどうか。他に方法はない、一点に集中させるんだ。わかりました、行くぞ。はい。ソリュール光線、そんな、諦めるな、最後のその一瞬まで。はい。これはどうした、キングジョーブラック、そいつらをヤクザ禁止は。エネルギーディレクター、仕方ない、戻ってこい。待て、無茶だセブン兄さん。太郎、さっきはすまなかったな。だがどうしてここへ。この辺りの怪獣たちが暴れ出したのを調べに来たんです。そうだったのか。そうしたらあの黒いキングジョーでしょ。驚きましたよ。あの声はキングジョーブラックと呼んでいたな。ええ。太郎、お前は一旦光の国に戻り、このことを報告するんだ。え、兄さんは。このまま奴を追う。あの声の主が何を企んでいるか知らんが、阻止しなくては。わかりました、気をつけて。セブン、大丈夫かな。ねえみんな、今セブンとタロウが戦っていたのは黒いキングジョー、キングジョーブラックって呼ばれていたよね。あの怪しい声は一体誰の声だったのかな。それにしてもみんな、キングジョーブラックとっても強かったよね。だってさ、ウルトラ戦士の光線をまともに受けたのにびくともしなかったんだよ。それにね、セブンは今の戦いでもうエネルギーがほとんど残ってないの。こうなったらみんな、私たちがウルトラ戦士の力にならなきゃ。ねえみんなはさ、どうすればウルトラ戦士の力になれると思う？みんなだったらどうする？大きな声で教えて。うん、そうだよね、応援するよね。大きな声でウルトラ戦士のお名前を呼んで応援するの。どうかな、一緒に応援。それじゃあ早速練習よ。大きな声でセブンってお名前を呼んで、いくよ、せーの。そうだよ、みんなその調子。でもみんなだったらもっともっと大きな声出せるんじゃないかな。そうだよね、みんななら必ずウルトラ戦士の力になれるよ。さあもう一回、さっきよりも大きな声で、せーの。やめろやめろ、いまいましいウルトラ戦士の名前などやめよって。この声は、さっきの声。まったくだ、耳障りにも程があります。静かにしてもらえないものですかね。あなたたち何者なの。俺は反撃破壊参謀、ジオルゴン様よ。ジオルゴン。私は知略遊撃宇宙人エンディール星人、お見知りおきよ。エンディール星人。我ら二人、
暗黒宇宙大皇帝エンペラ星人の忠実なる部下。忠実なるね。ああ、いいえ。待て、セブ。貴様たちここで何をしている？ウルトラセブン。これはありがたい。何？わざわざ来てくれるた。手間が省けたぜ。エンディール星人ジオルゴ、生きていたのか？ほう、我らを知っているとは。さすがはウルトラセブン。3万年前のウルトラ大戦争で消滅したと思っていたかな。俺たちがあれ式のことでくたばるかよ。皇帝同様、次のチャンスを待ち続けていたのですよ。エンペラ星人は光となって消滅した。諦めるんだ。何がおかしい？暗黒宇宙大皇帝エンペラ星人があれ式のことで滅びるか。何？皇帝は巨大な闇の力があれば復活することができるのですよ。そう、全てを吸い込む究極の闇、ブラックホールの力があればね。ブラックホール？まさか。そうさ、お前たち兄弟があの化け物を封印したブラックホールだ。あれなら皇帝陛下もすぐさま復活されるだろう。そしてそのためにはあなたたちウルトラ兄弟を倒せばいい。そういうことです。そうか、それでキングジョー。キングジョーブラックと呼んでいただきたい。ペダン星人の最高傑作だ。さあ、お話はここまでだ。かかってこい。行くぞ。みんな、あの宇宙人たち、エンペラ星人を復活させるつもりよ。セブン、頑張って。みんなも一緒に頑張れ。四天王よりも強い。当たり前だ。皇帝陛下の両腕としていくつもの星を滅ぼした俺たちだ。あんな連中と一緒にするな。セブン、危ない。こんなものですか、ウルトラセブンとは。さらばだ、ウルトラセブン。あなたが倒れれば封印も消える。私は決して倒れない。何？貴様らのような奴らがいる限り、私は何度でも立ち上がり戦い続ける。ならば何度でも倒してくれるわ、キングジョーブラックでな。待て、まだエネルギーが。うるさい。さあ来い。チッ、キングジョーブラック、みんなこのままだ。セブンが危ない。一緒にウルトラ戦士を呼んで。せーの、ウルトラマン。もう一度、せーの。ウルトラ戦士たち、大丈夫ですか、セブン兄さん。リビウス、みんな、エンディール星人ジオルゴン、貴様らの悪巧みは俺たちが阻止してみせる。おわっぱどもが偉そうに。あなたたちにできますかね。確かに僕たちはまだ未熟な戦士かもしれない。だけど勇気を持って戦えば僕たちの力は何倍にもなるんだ。ああ、俺たちの光の力見せてやろうぜ。鬱陶しい光の戦士どもが。あなたたちを倒して封印を解かせてもらいますよ。いでよ怪獣ども。みんな、私たちもウルトラ
のは地球の守護神ウルトラマンディガー。みんなさっきの練習を思い出して、大きな声でディガーってお名前を呼んで応援しよう。せーの、ディガー、みんなの声を力に変えて戦って、いくよ、せーの、やった、みんな今よ、せーの。様子がおかしい。コスモス、その怪獣苦しんでるのかな。ねえみんな、コスモスはね、苦しんでる怪獣を救ってくれる優しい心で、だからみんなコスモスって応援しよう。せーの、力に変わった。みんなもう一度せーの。
やりましたね、兄さん。ああ。ウルトラ戦士どもめ、よくも我々の邪魔を。みんな後ろ。生きていたのか。こうなればキングジョーブラックを爆発させて封印を解く。なんだと。そんなことさせるものか。これはファイナルクロスシールドが破られたのか。そんな、どうしよう。ウルトラ戦士たち頑張れ。みんなが応援しなきゃ。誰がウルトラ戦士の力になるの。大きな声で頑張れって応援するんだ。せーの。ウルトラ戦士たち頑張って、負けないで。これがアークポガール。諦めるな。シールドが破られた以上倒すしかない。しかしどうやって。俺たちの力を合わせよう。光、フェニックスの力ならきっとできる。分かった。みんなも力を貸してくれ。僕たちが最後まで諦めず戦えるように。分かりました。よし、それまで奴を食い止めるぞ。はい。みんな、今こそメビウスと一つになって戦うよ。さあみんな、手を高く上に伸ばして、メビウスって叫ぼう。せーの、メビウしたのか。よくやった、光の戦士たちよ。ウルトラマンキング。ウルトラマン、よくぞ戦い抜いた。いえ、僕だけの力ではありません。光や兄さんたち、そしてこの宇宙に生きる大切な仲間たちの力です。成長したな、メビウス。セブン兄さん、兄さん、宇宙警備隊に戻ってもらえませんか。メビウス、私からも頼む。ウルトラマン、この宇宙にはまだまだ多くの脅威が潜んでいる。真の平和が訪れるまで共に戦おうではないか。ウルトラセブン。ありがとう、ウルトラマン。我々はそれを成し遂げなければならない。それが大いなる光の力を授かった我々の使命なのだから。
はい、私は誓います。この宇宙に真の平和が訪れるまで決して諦めず戦い続けることを。私も、俺も誓います。僕も誓います。その誓いここに刻もう。全てのウルトラ戦士の誓いとして。会場の皆さん、ウルトラ戦士に大きな拍手をお願いします。ウルトラ戦士たち、私たちもずっとずっと応援し続けることを誓います。本当にありがとう。みんな大きな声でバイバイってウルトラ戦士とお別れしよう。せーの、バイバイ、また会いましょうね。さようなら。みんなやったね。みんなの元気いっぱいな応援の声がウルトラ戦士の戦う力になったんだよ。みんな最後まで諦めず応援してくれて本当にどうもありがとう。みんな今日一緒に応援したこと、戦ったこと、ずっとずっと忘れないでね。さあ皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。ウルトラマンライブステージ第1部お送りいたしました。最後のお時間までお楽しみいただきまして誠にありがとう。